でもバイトとかして暮らす分にはできるじゃないですか。丸山、潜入取材をするきっかけとは？なんか雇いとかしてたんで、ただ暮らせるだけだった。学生時代とかってそれなりに楽しいじゃないですか。で、はい、氷河期になって多分なんかあれれ社会って大変かも、でもバイトとかして暮らす分にはできるじゃないですか。そうなんですよね。バイトで暮らしていくんだけど、そのバイトも日雇い、あのちょグッドウィルが出る直前ぐらいの時が。あの無職で、ちょうどひろゆきさんがスパとかでなんかあのカーゴパンツとネルシャツとかであの管理人としてよく登場してて、でなんかひろゆきさんみたいな人いるんだみたいなのを、あのそういうのをペラペラ見ながらなんか日雇いとかしてたんですよ。ただ暮らせるだけだったんですよ。で暮らせるだけって日雇いで働いてる時暮らせるだけですよ。暮らせるだけでもうなんかもっとこう表現したいとか、なんかいろんなものを取材して自分の中で咀嚼で出したいとか、そういう欲求とかがあるのに、なんかただ日雇いだけで生きていくって、それってなんかあの自分の中ではしんどいなっていうのを思ってたんですね。でも表現するって別にみんな命かけないでも表現の活動してるじゃないですか。そうなんですよね。そういう人たちってでもちゃんとした就職したりとか、ちゃんとした場にいたりとか、やっぱキャリア的にもそうなんですけど、僕ずっと考古学専攻できて考古学者になりたくて、で諦めたかったから、急にそっち側に転じたところで、あの僕よりもキャリア積んでる人なんていくらでもいたんですよ。キャリアを逆転するっていうか、そこをこうなんて言うんだろう、一気に詰めるには何かブーストかけなきゃいけないっていうのはまあどっかありますかね。だから普通の人は受けないような潜入取材とかそういうのもバンバン受けてた時期とかもありましたし、うん、考古学って先輩とか見ても食えてるやつなんかいるわけないですもんね。でもね、好きでね、ずっとねやりたくて、あの、はいはい、あの専攻して、あので修士課程でやめちゃったんですよね。だからね、あのやっぱりこう限界というか、先輩たちおっしゃる通りも先輩たちを見てて、あ10年待ち5年10年待ち順番待ちしてんなっていうので、あもう無理だってなって、そこに就学就職氷河期、ああいう時って公務員人気になるじゃないですか。はいはいはい。高校として生きるっていうのは学校の先生か、まあ、大学の教員か、高校公務員になるしかないの。うん。まあ無理だなっていうので、そのドロップアウトですよね。そこからさ、どうするっていうスタート地点だったんで、なんかその、何の準備もないまま外に出ちゃった感じ。次回のゲストは？ご両親とは普通に仲良くやってる感じですか？はい、普通人並みに連絡取ったりはします。電話したり。